松坂地区木材協同組合から松坂産のヒノキを使った格子と木製掲示板が寄贈され、3月3日受贈式が行われました。今回寄贈されたヒノキの格子は、市役所議会棟入り口横の議員出退表示指名板の装飾に、木製掲示板はその下に設置されました。松坂地区木材協同組合では、松坂産木材の素晴らしさを知ってもらおうと、これまでで3度市役所に寄贈しており、市長応接室のヒノキ材を使った板張りの壁に、1階の総合案内カウンターやエレベーターホールの壁の格子、市議会議場の議長席背面の格子をリニューアルしてきました。4回目の寄贈となる今回の受贈式では、まず最初に松坂地区木材協同組合の小津康明理事長から目録が手渡されました。続いて堀畑修議長から感謝状が贈られました。竹上市長は、我々の町は木材の町というように基幹産業でございます、今後とも松坂産材の良さを PR いただければと思いますと感謝しました。小津理事長は、松坂市の人に木の持つ香りと安らぎを一番利用されている市役所に来て感じてもらいたいと話しました。受贈式の後には入り口前に移動して、設置されたヒノキ材の格子と木製掲示板を見学しました。やっぱり松坂ってですね、木の町でもございます。でそんな中で市役所の、何ですかね、市民の皆さんがこう集うところ、分かりやすいところに、こうしたこう木の良さが分かるようなものを、4回目寄贈をいただきました。これからもですね、市民の皆さん方にこう木が持つ柔らかさとか温かさ、そういうことを感じていただければな、そんなふうに思います。そうですね、木の持つ可能性というんですかね、やっぱり一番は香りだと思うんですよ。皆さんも多分エレベーターホールとかいうところで杉とかヒノキの、香りがすると思うんですよ。その香りを嗅いでですね、やはり皆さんの中で、ね、安心感とかね、そういうのを安らぎを感じてほしいなと思って、こういった事業をやらさせていただいております。はい、松坂産材のヒノキ、とってもいい香りがしそうですね。